皆さんこんにちは、みさきです。いつも YouTube 見ていただき本当にありがとうございます。先日募集いたしましたオフィシャル LINE、 そして YouTube の連動企画、皆さんたくさんご参加いただき本当にありがとうございました。今回のお題はですね、 EXILE さん第1章の楽曲から皆さんからリクエストをいただきましたけれども、本当に素敵な曲がたくさん集まりました。本当はですね、皆さんからいただいた曲すべてお答えさせていただきたいな、カバーしたいなと思っておりましたけれども、今回はですね、皆さんからいただいたリクエスト上位5位を発表させていただき、栄えある1位を獲得した楽曲のみカバーさせて皆さんにお届けしたいと思っております。ではまずですね、上位5位に入る前に、その5位以外の楽曲でも本当に素敵なリクエスト、そしてコメントをいただいておりますので、一部ご紹介させていただきたいなと思います。はい、では早速開票していきたいと思います。楽しみですねはい、ではですね、まず曲名はですね、 We Will ですね。はい、私もこの曲すごく好きなんですけども、どんなに離れてもその涙を流させぬようにっていう曲ですね。はい、いやー、なんか歌うとなんかすごく心が高ぶりますねなんかこの曲はね、すごくこう一途な思いがすごく届く曲で、なんかもうね、まっすぐすぎてなんか心が苦しくなるぐらい胸キュンソングですね。はい、私もすごく好きな楽曲です。リクエストありがとうございます。はい、続いてはリアルワールド。この曲もすごくかっこいい曲ですよね。こちらはリクエストのコメントが届いておりますね。ご紹介します。リアルワールドをお願いします。この曲が発売された頃、仕事でものすごく辛くて、でもこの曲を聴いて自分を奮い立たせて絶対負けねと頑張っていましたということですね。いや、いいですね、絶対負けね、この精神私も大好きです、ね、確かこのリアルワールドはミュージックビデオが、皆さんがこうスタジアムで野球をされてるミュージックビデオだったと思うんですけども、果てしないこの夢が描く奇跡を届けたいからっていうね、楽曲ですけども、確かにすごく勇気が湧く曲ですね。なんかこの方がこうね、辛い時に聴いてたっていう理由がすごくわかります。すごく元気が出る楽曲ですね。ありがとうございます。では続いては Together、 いい曲です。これも、はい、この曲ですね、こちらもコメント届いておりますけれども、ドラマホットマンのエンディング曲です。反町隆史さんが好きでよく見ていましたということですね。まあ、確かにドラマの主題歌などでこう、ね、起用される曲とかって、まあ、その曲をきっかけになんかこうすごくいろんな曲を聴き出して、そのアーティストの方を好きになったっていうこともあると思うのでね、もしかするとこのコメントをくださった方はこう、ね、ドラマがきっかけだったのかなと思いますけれども、はい、Together もすごく素敵な楽曲ですね。この曲はですね、私はライブで歌っていただけるとめちゃくちゃ盛り上がる曲だなと思っていて、この曲歌から始まるんですよ。きっとシャーリーデイズどこまでもって始まるんですけど、もうこのきっとシャーリーデイズって流れた瞬間にもうキャーってなる曲で、もうすごいテンション上がるので、なんかもう本当にライブでぜひ聴いてみたい曲ではありますよね。はい、コメントとリクエスト本当にありがとうございます。はい、で他にもね、もうたくさん届いてるのでパパッとちょっとご紹介させていただきたいと思いますけども、あとはね、フォーリンという曲もですね、いただいてますね。はい、バックイズラブ恋はいつもっていう曲ですね。いやー、素敵な曲、いや多いですね。はい、続いてヒーロー、この曲も素敵ですね。あとはですね、ウィッシーズとか、はい、初
羽2分の1とか、はい、うわー、羽2分の1もですね、この楽曲はあの1番がシュンさんが歌われて2番がアツシさんっていう感じで、もうすごく結構ね、あのそれぞれの良さが引き立たされるような楽曲で、もう聴いててもうとてもいい曲です。そしてオーバーですね、いやーこの曲もいい曲です。あとは YOY などもね、これは結構リズム感のある曲ですね、うん、素敵な曲です。あとはあのラブドリームハピネス、はい、この楽曲はね、私もあの参加させていただいたあの曲なので、はい、思い入れのある曲なんですけれども、はい、この曲もねすごくこうあのあったかい楽曲で、あの皆さんとこう歌いたいような曲なのでね、はい、私もすごく大切にしている曲です。という感じで、まあ、上位5位以外の楽曲でもこれだけたくさん曲が届きました。本当に皆さんありがとうございます。ではここから上位5位の発表です。第5位は運命の人です。ありがとうございます。はい、この運命の人、私もすごく好きな楽曲なんですけれども、あの実はねリクエストたくさんいただいたんですが、その中でねすごく素敵なエピソード届いておりますので、ちょっと一つだけご紹介させていただきたいなと思います。はい、運命の人、リクエストします。歌詞はとても切ないけどメロディーが耳に残る温かい曲だと思っています。私にとって、この曲は運命の曲だと思っています。この曲に出会えたから今の私がいると言ってもいいくらい大好きな曲です、という、あの本当に心温まるエピソードありがとうございます。いやー素敵ですね。なんかこうね、運命の曲と言えるのが素敵だなと思って、まあね、人生においていろんな曲と出会うと思うんですけども、まあ、その中でもね、まあ、この曲があったからこそ今の自分がいると言える楽曲ってなかなか出会えるものではないと思いますので、で、まあ、この方がこの運命の人という曲がね、まあ、そういう曲というのはすごく素敵だなと思います。はい、で私もあのこの運命の人という曲はすごく好きなので、まあ、以前からよく聴いてもいましたし、はい、実はもうこの運命の人という楽曲は以前カバーさせていただいております。はい、なのでまだ見ていないという方がいらっしゃれば、あの過去の動画にあの遡っていただけると、あの運命の人出てくると思いますので、あのぜひまだ聞いていないという方がいらっしゃれば、ぜひね心を込めて歌わせていただいておりますので、ぜひぜひ聞いてみてください。第4位はハートオブゴールドです。ありがとうございます。はい、こちらもですね素敵な、メッセージ届いておりますので、ご紹介させていただきたいなと思います。こちらですね、今までいろんな別れがあり、その度に必ず雨が降っていました。そんな時にいつもハートオブゴールドを聴いていました、ということでですね、はい、いつもね別れの時に雨が降っていたということですけれども、私なんかそういう節目の時にあまり天気を気にしていなかったので、どうかなっていう感じですけれども、はいね、もしかするとこのメッセージをいただいた方はそういう運命だったのかなと思いますけれども、はい、実はですねこのハートオブゴールドという曲はですね、私にとってもすごく思い入れのある楽曲でして、はい、あの以前このハートオブゴールドという、ですね、曲を題材にしたミュージカルをエグザイルさんがされていたことがあったんですけれども、実はそのエグザイルさんが出ているミュージカルとはまた別で、まあその系列というか、はい、同じ話の続編で、私はビートポップスというミュージカルに実は出させていただいたことがあります。はい、でこのねあのビートポップスでは女優の松本梨央さんであったりですとか、あとはドリームさんとご一緒させていただきまして、まあ、その当時私中学2年生ぐらいだったんですけども、まあ、本当に貴重な経験をさせていただき、はい、すごくいい経験ができて、はい、とても楽しかったです。
で、まあ、なのでね、まあ、そのハートオブゴールドを聞くと、まあ、その当時の思い出がこうバーッと、ね、蘇ってきたりですとか、ね、あのドリームさんと一緒に毎日練習を重ねていた日々を思い出す感じになりますので、はい、私にとってもすごく大切な一曲だったので、はい、リクエスト本当にありがとうございます。第3位は M&M です。ありがとうございます。はい、まあ、こちらの楽曲はですね、作曲が淳さんがされていて、作詞が駿さんがされている楽曲なんですけども、はい、この曲もですね、もう本当に好きな曲で、はい、リクエストいただいて嬉しいです。はい、まあ、こちらもちょっとエピソードが届いているのでご紹介しますね。私のエグザイルさん第1章で思い出深い曲は隠れた名曲の M&A が好きです。歌詞のずっとそばにいることが優しさだとしたら、いつも迷わずにその手を引くからという、その出だしから聴いていて癒されます。大切な人に包み込まれている感じが好きです、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。はい、まあ、確かにそうですね。もう出だしからグッとつかまれる楽曲ですし、やっぱりね、お二人が一緒に作られた曲なので、すごくね、そのお二人の温かさ、そして思いというのが詰まっているなという楽曲なので、はい、私もすごく大好きな曲です。はい、リクエストいただきありがとうございます。続いて第2位は Your Eyes Only です。ありがとうございます。はい、ね、この楽曲もね、EXILE さん第一章にはもうふさわしい楽曲なんじゃないかなと思うんですけども、はい、もうね、サビの部分とかもすごくこうリズムを取りながらこう歌いたくなるような楽曲で、曖昧な夢の行方をその瞳に映して、ただ君がくれる笑顔を探し続けてたねっていう、まあ、こうリズムを取りたくなる楽曲ですね。はい、まあ、本当に私もこの楽曲すごく好きなので、リクエストいただき本当にありがとうございます。はい、そしてなんとここで驚きの事態が発生してしまいました。なんと1位の楽曲が同率で3曲決定いたしました。いやー、偶然ではあるんですけれども。はい、ですが皆さんとお約束いたしましたので、お約束通り同率1位になった曲3曲を今回はカバーしてお届けしたいと思っております。ではその3曲ご紹介したいと思いますが、まず第1曲目はただ会いたくてが決定しました。ありがとうございます。はい、ね、この楽曲本当に素敵な楽曲なので、実はちょっぴりこの楽曲来るんじゃないかなと予想しておりました。はい、まあ、この曲もね、すごく素敵なエピソードを届いておりますので、ちょっとご紹介させていただきますね。はい、ただ会いたくては清木場俊介さんが EXILE として最後に作った曲であり、切ないバラード曲ですが、この曲は EXILE 第1章の終わりを意味する曲でもあると思っています。またここまで EXILE がダンスナンバーをシングルで売り出してきた中で、純粋に歌唱力だけで勝負したいというヒロさんの思いもあって、ダンスなしの歌だけのパフォーマンスでのバラード曲は EXILE ファンとしては新鮮さがあって、新しい EXILE の形を見た気がしました、という、本当に思いあふれるエピソードをいただきました。ありがとうございます。いや、私も思います。もうね、やっぱりEXILE さんといえば歌って踊る、パフォーマンスもやっぱり見逃せないというところがね、いいところだと思うんですけれども、
このね、ただ会いたくてという楽曲は本当にこう歌だけを純粋に届けるという思いが届いてくる楽曲だなと私も思っていますし、曲自体もすごく素敵な曲ですので、はい、まずはですねこのただ会いたくてという曲をねカバーさせていただけるということで本当にありがたく思います。はい、皆さんたくさんリクエストありがとうございます。そして2曲目はケアレスブレスと決定いたしました。ありがとうございます。はい、まあ、この曲もすごく素敵な楽曲で嬉しく思います。ありがとうございます。はい、まあ、この曲はですねあれですね、ブラックジャックのエンディングテーマとなっていた楽曲だったかなと思うんですけども、まあ、その当時この曲が出た時もエグザイルさんはあのエグザイルアジアというライブをされていたと思うんですけども、まあ、その当時すごく覚えてることがあって、ちょっとこのねケアレスブレスとはちょっと全然曲とはまた別のエピソードになっちゃうんですけども、まあ、そのねあのエグザイルアジアでやっていた時のあのライブのアツシ様が歌っている写真があったんですけども、私その当時その写真がかっこよすぎてアツシさんを携帯の待ち受け画面にした時期がありました。多分それがこのぐらいの時期だったので、なんかこのあのケアレスブレスの曲を聴いた時に、あ、なんか思い出すな、私アツシさんを携帯の待ち受けにしていたなという思い出があったのでちょっとご紹介させていただきました。はい、まあ、この曲もねあのすごく素敵な楽曲ですし、はい、歌えるのすごく楽しみにしています。なのでぜひぜひ皆さんもお楽しみに待っていてください。ありがとうございます。そして最後3曲目は Song for You です。ありがとうございます。はい。いや、この楽曲もね、すごく素敵な楽曲ですし、もう嬉しい限りです。はい、まあ、この曲はあの昔あのよくミュージックビデオを私結構見てました。あのヒロさんがこう歩いていて、車にボンってぶつかってこうねボンってぶつかるんですけど、それを皆さんがこう一枚の布でみんなで助けるっていうミュージックビデオなんですけども、すごくねこうほっこりするような微笑ましいあのミュージックビデオで、昔何度も見ていた記憶があります。実はまあここだけの話もこれも言っていいのかわかんないんですけども、あの実はあの Song for You というミュージックビデオの中に当時の LDH のスタッフさんが出ていたということもあり、その部分を何回も見ました。はい、まあ、どの方かね皆さんわからないと思うんですけども、はい、実はねそんな思い出もある楽曲だったので、はい、すごく嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということでこの3曲、ただ会いたくて、そしてケアレスブレス、そして Song for You、 この3曲に決定いたしました。皆さん本当にたくさんのリクエスト、そしてメッセージ本当にありがとうございました。はい、ということでですね、まあ、今回は EXILE さん第1章の楽曲からリクエストを募集させていただきました。先日ですね、アツシさんがエグザイルさんを卒業される、そしてソロに専念されるという、報道を耳にしました。はい、約20年間エグザイルさんとして、活動されて、たくさんの名曲そしてエンターテインメントを、お届けして、たくさんの方を勇気づけられて、まあ、その中でもあの私もですね、あの勇気づけられ支えられた一人間としてですね、まあ、本当にアツシさんには感謝しております。はい、もう一つ一つ あのメッセージそして歌声、もうこれにはどれだけ助けられたかわからないぐらい、はい、もう本当にアツシさんには感謝しかありません。ありがとうございます。これからもですね、あのソロへ専念されるということですけれども、これからの活躍も楽しみにしていきたいと思いますし、一ファンとして応援させていただきたいなと思います。はい、なので今回ですね、EXILE さん第1章の楽曲をカバーさせていただけるということですので、アツシさんはじめ、シュンさん、そして EXILE さんの皆さん、
はい、皆さんの リスペクトを込めてですね、楽曲を心を込めて歌わせていただきたいと思っております。はい、なので皆さんも楽しみに待っていてください。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回のオフィシャル LINE そして YouTube の連動企画アーティスト別リクエストはまだまだ続きます。また次回の応募もですね楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思いますので、はい、次回も皆さん楽しみに待っていてください。では以上、みさきでした。ありがとうございました。